今朝に行ったな。今日のプリン行って何の金を入れるの。メタルスマホみたいな。気持ち悪く。テーマは、じゃあもう行きますんで、はい、お願いします。お願いします。すごい。あ、でも、かっこよくなるよ。どうすか、派ですか。やばいっすか。やばい。これ俺、自分の車だったら絶対嫌っすね、これ。やだ。艶はいいね。くっさ。くっさ。臭いっすか。こんな匂いの中でやってるんですか、いつも仕事。そうそう、すごいですね。車は塗らないですけどね。楽しいですよ。楽しいね。楽しいですよ。で、これこっから上は赤で、ここ黒になるんで。はい。これで、こう目ん玉描いたらと思って。こう目ん玉描いときゃ事故も防止になるじゃないですか。確かに。事故らんって言うと、目4つになるんですかね。運転手の目と運転手の目で4つになるんですから、な事故も出るから。言っとったら事故減らしてる。目ん玉つけましょう。はい。本当に車って結構ローラーで濡れるんですね。濡れるんですね、綺麗に。ですね。最初吹き付けでやろうと思ったんですよ。あのコンプレッサーあるじゃないですか。はい。あれで吹き付けでやろうかなと思ったんですけど、飛んじゃうんですもんね。あ、そうですね。そうそうそう、近所の人に迷惑かかっちゃうんで。じゃこれ。これダメですよ、これ。ちょっと見てください。材料が多いとこうやって鉄垂れるんで。え、材垂れてますよね。だから柄が大きいですよね。そうそうそう、なのでちょっと柄が、ちょっと材料が多いとこうなっちゃいます。はい、いきなり塗装の勉強ですね、これ。そうですね。なのであんまり柄大きくしないように。で、重力で垂れてくるじゃないですか、塗装。そうですね。なんで、なんか仕上げも下から上にこうやって鳴らしたらと。へぇ、いいんですよ。そうなんですね。車のコーナーするっすね。まあ車ですけど。車ですけど慣れちゃうと、ちょっとなさいで。いや楽しい。さっき、垂れ取ったじゃないですか。はい。垂れたのをこうやって触っちゃうと荒っぽくなっちゃうんですよ。前のハンガー機能に目が。そうなんですよ。前のハンガー機の塗装の上にもう一回かかっちゃってるんで、粗いですよね。こうやってブツブツ出たりとかするんですけど、ちゃんと一発で、こっち一発で塗るとこうやって全然違うの分かるんですか。あ、本当だ、違いますね。そうなんですよ、目が細かいですよ、ここ。一回でしっかりやると。なるほど。そうなんですよ、それもテクニックですよね。そうですよね。車なんですけど。確かに。これ車なんですけど。線行くとき息止めてるんですよ。やっぱりそうですよね。そうなんですよ。なので喋れないんですよ。あのバーベキューの時に社長の服見たっすか。服ですか。はい。私あれ着とってほしいですね、これ見せるとき。ああ、そういうことですね。そうなんです。いきなりペタッてやっちゃったらたまるんですよね、この線引くとこに。ネタが結構もうたまるんですよ。なんで本当はまあ先に波形取る場合はちょっと下目に。うちの職長もお茶目なんで、最初ちょっとネタを伸ばしてあげて、ない状態で寝かせてあげたら毛先が出てくるんですよ、こうやって。へー。このまままっすぐいったらもうまだらになってぐちゃぐちゃなんですけど、ちょっと寝かしてあげれば毛先が出てくるんですよね。なるほど。でこれでまっすぐ引いていくんですけど、全然滑らんですね。全然いかない。その顔を噛んだら手が震える。大丈夫ですか、本当に。
大丈夫突貫工事ですので多少の雑さが出てますいいんだ、ちょっと聞こえないよ。あの味じゃね、味そうですね、そうそうそう、しかも一生懸命やることが大事ですよ、これ。そうなの、いいこと言うぞ、お前。遊び心も大事ですすごい、ぽくなってきましたマジでもね、本当にいいね、本当つけてください、本当お願いします。マジ悪くないと、ね、じゃないと俺らマジで社長からやられるっすよ本当にお願いします。ここまでやるんだったら、そうだ、やらんと、これも視聴者にかかっとるっすよ。本当にお願いします、本当に自分たち首が飛ぶか飛ばないかの瀬戸際なんですよ。でかい、ちょっと、でもいいぐらいだろう。全然いい感じですね。おお、おすごい、すごい、これで、これでさすがって言っていいものなのかわかんないですけど、ぽくなった、ぽいですよ、いいですよ、その大きさベストっすね。かわいい絶対かわいい、ちょっと乾きがまだあれやけど、早くやらんと社長来てまうで。だってもう、ちょっと結構ドレスかね、取るよね、もう結構こう振ってますわ、すごいって言われてるテントウムシ見えますか。テントウムシ見えます、見えますまだ寝坊がいますね。そうですねやっぱ誰でも分からずね、そんだけ似とるすってことすごいやったかいあったっすね、今回あったね。目はなんかあった方がいいっすよね、いい気がする丸のがいいっすよね、丸にしてみますマジックのがいいっすよね。ジョータも下手すぎやと思わない、ジョータやばいっす、やばいやばい、あんなにうまくできないっすよ。難しいですよね。難しいっすよこれ。だから難しいな。本当に。あ、俺ら現場飛びで何やってんだろうな。もう半日以上使ってるっすからね。あ、俺何やってんだろう。かわいい。ちょっと愛着湧いてきちゃったやっと終わりました。3時間ぐらい2時間半ぐらいか2時間半ぐらいですね。塗装職人2人で、まあ、2時間半ぐらいで車1台テントウムシできます。いや切れてきたら任しとけ、これがもういや自分で行ったらじゃあ止めるわ、あ、うん、俺に任しとけ、じゃあもう行くしかないですね。そうそう、楽勝楽勝、大丈夫です。じゃあちょっと行ってみますか。大丈夫です、本当に大丈夫ですか。何見とんだよ、余裕やって言ったよ、任しとけ、任せるですよ本当に。そうだ、大丈夫です、大丈夫ですか。大丈夫ですよね、全然いつも怒らんすもんね、なんだかんだ、はい、YouTube ってワード使う。お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。今忙しいですか。ちょっと待ってよ、メール見るんじゃ。はい、あれ行けないかって言ったら、はい、現場、そうですね、ちょっと行こう、昼から行くっすね、ちょっと1時、2時ぐらいか、ね、お、そうこれ、え、処理がないちょっと片付け回しようそうですね、ちょっと作業、え、ちょっと作業してて、ちょっとあ、マジで、そうそう、まあ、またその作業、ドキュメンタリーじゃないですけど、はい、そういう感じで、そう、あれやったら一緒にご飯とか、そうですね、ちょっとお昼なんで、あ、飯行くのか、はい、もう1時じゃん、はい、飯行ってない、まだ行ってないですね、ちょっと作業してて、マジか、はい、じゃあ飯行こうか、はい、何食べる、うん、近いとこで、まあ、何か行こうか、はい、そうっすね、車だけはもうちょっとそこに回したいので、うん、はい、
絶対喜ぶんですよね。はい、塗りたいまず塗りたい感じですか。もう色が決まれば条件を満たしとるっすからね。ちょっと愛着湧いてきちゃったっす。雨降ってるか。どうぞ。はい、どうしたこれ。これは塗りました。そんなじゃないって。どうしたこれ。これさっきそんでか。はい、だから朝のやつも全部これ。そうですね、朝なんだドキュメンタリードキュメンタリーって撮ったやつこれ。やっぱりそうだよね。そうですね、おかしいと思ったんだ。はい、っていうかこれもう笑い話じゃねえだろこれ。でも社長、どうすんのこれ。社長さっき言っとったじゃないですかね。派手がいい、派手がいいとか。なんかそんな言ってんじゃん。もう派手がいいぐらいは言ったけど誰も濡れって言ってないじゃん。はい、これさすがにちょっとまずいだろ。おったの、はい、じゃはいじゃないじゃん。すごい怖な感じよ、これはさすがに。これドッキリじゃないでしょ、さすがに。すいません。じゃすいませんって、だって俺塗っとんのはいいけど。はい。ほら、どうすんの、取れるの。そうでしょ、そんなチーンじゃなくて、これ使えんぞ、この動画。俺もう怒っとるで。いや、これはかんだろ、お前も。すいません。止めなかよ。もうすいません。そりゃさすがにこれまずいんじゃない。映しとる？カメラ入ってんの？これはまずいで、さすがにちょっと。すいません。テントウムシじゃねえよ。ごめんなさい。すいません。ちょっと本当これそうでしょ。俺は塗りゃ治るで叩かれてもいいけど。これはいかんでしょ、会社の車。すいません。すいません。やらかしたね。なんでテントウムシした？社長なんか T シャツでテントウムシの T シャツ着てますもん。テントウムシの T シャツ着とるけど。好きかなと思って。は？好きかな。まあちょっとセンスはいい、確かに。ちょっとムカつきだけど一瞬。いやこれはさすがに冗談で済まされんだろうと思ったけど。動画にするしかないから、この辺さっきの俺のちょっとひどいとこカットしまうか。ちょっと面白く聞くしかないでしょもう。いやでもテントウムシはセンスがいいわ、確かに。おめえ何楽しそうでしょんだこれ。すいません。こういうのにないと俺もこういうキレキレで作ってかんとねえ。誰テントウムシあれ。テントウムシでした。中田そうお前か。やろう。ちょっと見ていこうか。じゃあ。どうすか。まとめとるね。面白いね。俺なんか定時だったけど今。衝撃的でもうまい。上手だ。ちょっとこの見たんで。これ可愛いじゃん。なんか社長なんか事故とか言っとったじゃないですか。春日井店の事故とか。で運転手の目もあるじゃん。うん、こっちのも目つけたら2倍で見れるじゃないですか。動画にならんわ俺。ごめん目そらすなよお前。そういうことね。もう目が4つあるから。そうです。もうよく見えない中チェックじゃねえし。かわいいわでもこれね。食べたんだ俺。嘘マジで。これ面白いじゃん。一応この可動これ読んでください。ちょこれ読んでください。これ読んでください。ちょっとじゃあ押すぐ見たら分かったって俺自分の番号だって。おいどうする編集さんもモザイクかけてくれるかったら。いやいやいや、やばいっすね。いや、そうですね。ちょっと顔がちょっと感じですね。やばいっす。すいません。すいません。すいません。ちょっと。すいません。ちょっとやりすぎた。だよー、ごめんなさい。ちょっと。ママかっこいいじゃん、もう。マジで。さすが塗装の職人だね。ねえ。はい、じゃあ、同罪だぞ。怒られてないけど。カメラ回してるけど。はい、ちゃうか、はい、どういうことしとんの。意識あるんか。はい。はーいって帰って。どうすんの。これでも、まあ、手練習もするでしょ。はい、手練習もするんでしょ。
いや、それ浸透はもうさすがにちょっとあれだよ。これ僕ですか。それは冗談でもちょっとあれでしょ、さすがに。限界超えてきとるでしょ。大丈夫でしょ。それも乗りな乗りな、とりあえず乗りな、とりあえず乗りな、笑顔してる。乗りな、助手席乗りな。お前姉さん、カメラ見て、俺のまたまたいてね。ちょっと、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 おまけ映像です。映像ですね、今回は。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっとやったね、マジで、今回。気合は入っとるけどね。そうっすね。気合は入っとるけど。やっちゃいます。パチッとやりすぎた。まあまあでも、濃いしね。そうです。触覚も、触覚使えないんじゃない。触覚もついてます。全部これにしてもいいかもしれないな。揃いです。ですよね。テントウムシも全部動物に変えていくみたいな。ですよね。そしたらもう、みんなに濡れますもんね。ただで。もう、これだったら。喋っとんの。あ、ダメですか、すいません。あ、やべ。喋っとんの。そう、そういうとこだぞ。そういうとこだぞ。そういうとこだぞ。お前もなんだ。食中だったよね。そうじゃん、ほんと。会社の備品。会社の備品、こんなことじゃないの。あらあら。あらあら。竹のパスをテントウムシに行きます。ビビってるっすよ。でもここはくらいやっちゃいましょう。しょうもないドッキリばっかりやりやがるな、ほんと。Yeah.